踊ります。サルサ以上にシンプルなダンスですので、すぐに楽しめるのがこのダンスの良いところです。フロアをトラベル、回転しながらハッスル、サーフィン、ビートを感じて大きく踊ると、それはまさにスポーツです。運動量が多いことから、本場アメリカではエクササイズダンスのように楽しんでいます。動く、踊るという、そのシンプルなことが楽しい実感ができるダンス、スポーツパートナーダンスですね。初めての方でもすぐに楽しめますから、ぜひ一度トライしてみてください。今夜のデモダンスの後でも興味のある方はお教えしますよ。今日はありがとうございます。教授からでした。すいません、今日はですね、こちら側向きますので、皆さんもうちょっと こっちの方にこう来ていただけるといいですね。横に広がる感じなので、はい、すいません、今日は向きがですね、はい、向こうが正面じゃなくてこっちが正面になります、はい、横にいる方もうちょっと、はい、はい、この辺までどうぞ、この辺まで奥の方どうぞ、こちらの方へ。すいませんね、はい、大丈夫。